はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリン、ウィンニングポスト、9/2021ライブ配信始めていきましょう。2007年の夏競馬ですね。7月1週から始めていこうと思います。ツイッチで配信を行ってます。ツイッチ、ぜひアカウントのフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。ツイッチのチャット欄に YouTube と Twitter のリンク貼ってございます。YouTube は2日後にこの動画のアーカイブを上げます。2日後21時ですね。つまり7月4日21時。はい、ぜひ、YouTube、過去のいろんな動画上がってますのでアクセスしてください。チャンネル登録高評価もお願いいたします。 YouTubeチャンネルサブスクライブド&ビジット&グッドボタンプリーズ。ツイッターもやっております。なんかツイッター今大変なことになってるみたいですけど、私は見る限りは API のなんか見れる数が限られるけど、一応エラーとか出てなかったですね。ちょっとだけ見たら、たくさん見るとどう見れなくなるみたいですけど、ツイッターのアカウント持ってますので、まだ見れます。アクセスいただいてフォローいただければと思います。ツイッタービジットアクセス&チャンネルフォロー、アカウントフォロープリーズ。では始めていきましょう。7月を2週からか。あれ7月を2週、あ、7月を2週ですね。1週じゃない。2週だった。6月だから。そうですね。7月を2週からですね。インバソール本当に強い。天野アミーゴ勝ってくれましたね。天野ブログ、20丸ついてるけどどうでしょうね。なおですね、途中で買い物、18時過ぎぐらいかな、買い物でちょっと10分から15分ぐらい離れる時があると思います。ご了承お願います。2時間、それを除いて2時間ぐらいやりたいと思ってますので、5、6週っていうとこですかね。このゲーム時間でぜひ遊んでください。ぜひ見てください。ではネクスト、ドイツダービーです。天野ブログ登場は2番人気だ。1番人気はドゥーク・オブ・マーマレードで122。おっと、淀川ゆい子だ。まあ、ちょっとやっぱり低い、88は低いけどな、レーティングで。天野ブログ自身は110ですね。まあ、3歳なんで、わからないですけどね。デューク・オブ・マーマレードは強いよ。あ、最低人気なのか、淀川ゆい子の乗ってる馬は。レース行ってみましょう。ハンブルグ競馬場 G1 ドイツダービー3歳 G1 芝 2400m です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはダイクビゴーン。
綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してライクビゴーン花に立ちます。その後ろからはファントムジェットスキー、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはアマノブログ、ライクビゴーン、そのうちに続いています。その外にトーキングワルツ、トラフィッククーガー、それに続きます。これに続いてシモンブラム、並んで6番クルーナーピーク、その横にファントムジェットスキー、その外からルカーノ、内からはデューク・オブ・マーマレード、その隣にザンベジさん、テンダーバン、この馬もこのグループ。すぐ隣にエクストラデライト、内からはモデスト・アルキオーネ、オレンジの帽子、オリーブ・リラクタント、その後ろ 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。その横にカウント・オン・ベリー、しんがりからアスベリー・クオリティ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。無敗のダイクビゴーン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがトラフィック・クーガー、トーキング・ワルツ、それに続いています好位置をキープしています、アマノブログ、その後ろからはシモンブラム。最終コーナーをカーブして、さあいよいよ勝負どころ4番手につけてますね。いいですね。ライクビゴーン後続を引き離します。トラフィック・クーガー、いい点、いい流れです。さあ先頭に躍り出たぞ。マーマレードはどこか、内から来ているマーマレード、しかし届かないんじゃないのこれ。だけどな、あ、これは勝てる、いいね、勝ちました。強い強い、アマノブログ圧勝ゴールイン。2着はデューク・オブ・マーマレード、3着にトラフィック・クーガー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノブログ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。おお、勝ちましたね、しっかり。デューク・オブ・マーマレードを破ってブログ勝ってくれました。お、村さん初の G1 タイトルだったんですね。頑固な頑固な性格だったよな、確かに。ああ、海外遠征つかないのか。ジャパンダートダービー、天野のオトレ登場、一番人気。で、2番人気がフリオーソ、3番人気ビクトリーテツニー、あとマコトスバルピエロも、まあ知名度は高い馬ですね。レース行ってみましょう。大井競馬場 JPN1 ジャパン3歳限定ジャパンダートダービー3歳ダート王決定戦、 2000m で行われます。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、エンマヒカン前に行きそうです。ピタクキール、それに続いています。さらにはフリオーソ、14番ウィズウォルタック、その後ろ先手を取ったのはエンマヒカン、その後ろからはディアレストアラマ、グリーンオート、それに続いています。その外に西のサーカス、マコトスパルビエロ、その内に続いています。後ろからですね、その外からカッターバーナー、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その隣にミンクエージェント、すぐ隣にアンパサンド、アマノノウトレ、この位置です。その外にクイーンプレイ、内からはビクトリーテツニー、さらにはソーセフト、最後方にポップサバトン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度栗色の馬体、エンマヒカリ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがウィズウォルタック、フリオーソ、すぐ後ろ、そして大きく離れてディアレストアラマ、この位置です。これに続いてグリーンオート、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ほぼ最後方、3番後方ですね。2番手はウィズウォルタック、フリオーソ、3番手アマノノウトレ、この位置から届くのか。ちょっと後ろすぎる、内をついてきた。さあ先頭はフリオーソ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。どうかな、フリオーソに届くか。1馬身から2馬身引き離す、残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。かわしていくが、迫る、かせるか、かわし た, 差し切った、勝ちました。いや危なかった。2着にはどうやらフリオーソ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアマノノウトレ。
ノートでやりました。お、細田さんも初の G1 タイトル。エビナさん、キザレベルアップ。そして七夕賞は天の桜です。一番人気 2.5 倍。クラブは凱旋トリビアも出てきます。アクシオンとの戦いですね。アドマイヤ富士、東証白子、トップガンジョーラーも出てきます。激戦ですね。これはさあ頑張れるか。アドマイヤメイン、大外枠のアドマイヤメインが 大逃げを見せますね。ダイジェスト、福島 G3 七夕賞芝 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。抜け出しそう。先頭1馬身から2馬身抜け出しましたが、内からこらえてるが、一気に東証白子天の桜、なんとかを振り切った。2着は東証白子、3着に凱旋トリビア。トリビア3着だ。見事1番人気に応えました。勝ちました。天の桜、そしてプロキオンステークス天の冬ソナ登場。一番人気クラブは凱旋門院が3番人気となっております。ヒューソナグリグリですね。凱旋門院もまあ丸がついたりしてる。相手はブルーコンコルドとなります。ダイジェスト、中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ワイルドワンダー、さあ中割ってきた。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して、天の冬ソナ抜けた。2番手はワイルドワンダー、抜け出しましたね。1着、2着はワイルドワンダー、3着にブルーコンコルド。これが世界の実力だ。天の冬ソナ、お、レコードです。一番3勝まではあるんですよね。そしてマリンステークス天の瞳閉じてです。オープン特別か。一番人気 1.8 倍、グリグリ、これは負けられないですね。ダイジェスト、函館オープン特別、デルマーサラブレッドクラブ賞マリンステークスダート 1700m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。天の瞳閉じて先頭、2番手はキシサンライズ、ぶっちぎりですね。天の瞳閉じて、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はちょっと待ってくださいね。こちらもレコードだ。キッカース、調教師、もう全部メイン勝ってくれた。日曜日はさあ、全部海外ですね。パリ大賞典、天の大ポットをアイポットをはじめ、ジュライカップ、キンシャサの奇跡、ファルムスステークス、片尾猫返しや天のつらきも2歳で2戦目で、新馬戦すごい強かったですからね。重賞制覇、海外鳴らす意味をも、含めて挑もうとしております。
小菓子はまだ一生か。まあ、マーメイド、ビクトリアマイルはあとマーメイドを取りましたからね。だから、そろそろっていう、海外でも通用するんじゃないかっていうことですね。流行マーマレードに勝ってくれた。ジワンバの移行。やりました。さあ、ブログは放牧。ノートレは？ノートレはこれちょっと疲れすぎだから。2周放牧ですね。でもよく頑張ってくれました。遅めなんで、これからの馬なんで。しっかり結果を残してほしいですね。さあ、そして天の桜も勝ちましたね。次どうするか。一応札幌記念となってますが、ああなるほど、調子がまだ上がりきれてないんだ。調教方針はまだダメ。8月の2週ぐらいに欧米でなんかレースあったら出してもいいけどな。1700以上か。でね、ニジブリッジ基本的に芝だからな。まあでも出すな、海外通用するかどうかってやりたいですよね。このぐらいとか、この辺とか、この辺とか。2500までなんで、武豊乗ってくれたら、まあでも新機種のままでいいか。そして冬ソナがプロキオンを勝った。でも G1 馬なんですけどね。あ、でも勝ち身に遅かったから、ここの勝ちで、まあ、つなげたいってとこでしょうね。未来にスピンスターとかアメリカは取れてんだよな。左回りだよな、ダントツ。エルムじゃないかな、エルムじゃないかな。9月の1週以降かな、出すとしたら。ああ、なるほど。1400はちょっと短いけどいけるかもしれない。行ってみよう。そして瞳閉じても勝ちましたね。まあでも東海ステークス勝ってるから、そりゃオープン特別勝つでしょうになる。海外となるとちょっと辛いのかな。うん、スピード A なんだけどな、精神力とかがダメだから。海外となると一貫戦辛いとこがあるってとこで、もうちょっとやっぱり経験も積まないといけないですね。まあ、エルムでいいでしょうかね。どうするかな。17の2500。エルムぐらいしかないんだよな。まあ、もしくは海外に。こういうとことかあるけど、ハリントは芝か。なんでだろうがいるか。
しよう。まあでも休んでからローって考えたいですよね、本音としては。出すかまだ5勝なんで、札幌記念には出したくないな。ちょっとなんか不安定だな。出すかって芝のみだよな。芝のみ専用の2600なんで、あ、 iPod がいいのか。うん、ならばこっちの方か。8月の別に1周でも構わない。ロートシルト賞行ってみましょう。あ、新機種ちょっと出すかは、でもまずか、まあこれからだと思うんだけど、まあいいんじゃないでしょうか。ではネクスト、スーパー ラティブステークス G2 か、天の面椿3番人気です。天の面椿90なんで辛いとこですね。まあ2歳限定だし、新馬走った後2走目だからな。差しになってますね。武豊鞍上ダイジェストいきましょう。ニューマーケット競馬場 G2 スーパーラティブステークス芝 1400m です。前はイノセントナシュア、2番手は天の椿、これは絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。どうでしょう、どこまで頑張れるか。あ、ちょっと伸びが、伸びが劣るかな。掲示板に乗るかどうか。5着、1着、2着はピナーデオドラン、3着にニガアキャビアと、勝ったのはゴードエイトラックス、見事な勝利です。5着でしたね。レースで力は出しきれない、精神かな。ファルマステークス型の猫返しです。2番人気109115、ちょっと落ちるよね。ピアレス、カシミアハリウッド、フィンスケールビオ、先方変えられるけど、まあこのままでいくか。ダイジェスト、ニューマーケット競馬場 G1 ファルマステークス芝 1600m 直線競馬です。前はエンクワイター、2番手はウェーブウォーカー、メディシャンコラブ3番手、残りあと 400m、 長い直線、ちょっと伸び足がないな。ここで先頭変わりました。先頭はピアレス、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はアフェラリージ、ピアレス強い強い、ピアレス圧勝ゴールイン。2着はアフェラリージ、3着にタイディングスフェイム、勝ったのはピアレス、見事な勝利です。これはちょっと金量か。ジュライカップ金車差の奇跡、2番人気1番人気ベンハマウンですが、リーティングでは圧倒的上回ってるんですけどね。なぜだ。まあでもレース走らせてみないと分かりません。前に、あ、ベンハブ逃げ馬なんで前は有利だよね。レース行きましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ芝 1200m 電撃戦です。
こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セイクリッドキングダム、好スタートを切りました。ジャーニースプーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、まあまあのスタートですね。差し馬にしては、その後ろからはジャーニースプーン、この馬も内枠1番の馬です。さらにはベンバウン、6番アマダウスウルフ、その後ろ先手を取ったのはセイクリッドキングダム、少し間が空いてソルトシリック、その外からアブソルートチャンピオン、白の帽子金シャサの奇跡、いい位置につけました。ここでベンバウン先頭に変わりました。ベンバウンですね、ほとんど差がありません。一番人気は3番手に、さあ金シャサ内から来ている、ベンバウンをかわした。長い直線、ここからどうか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、ベンバウンも頑張るが、金シャサの奇跡、金シャサの奇跡勝ったんでしょう。金シャサの奇跡、この馬で決まりました。金シャサの奇跡、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はベンバウン、3着にマルシャンドール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金シャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。62キロを何の層の金シャサの奇跡勝利です。7個目リーチですね。パリ大賞典、アマノアイポッドです。一番人気130ですね。レーティングで脅威になる他の馬はいませんね。まだ金札確保してないから、しっかり取ってほしいですね。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 パリ大賞典、芝 2400m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。テリブルトロメオ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してテリブルトロメオ、花に立ちます。その後ろからはインペリアルジョン、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。キャバンポーション先手を取りました。その外にインペリアルジョン、タウンアゼルバイジャン、そのうちに続いています。さらにはテリブルトロメオ、その外からソーダディサプリン、内からはイエールマークフェル、その隣にリテラト、その横にチェリシュトソート、すぐ後ろにイーグルマウンテン、並んで栗色の馬体ダッシュジェスター、すぐ隣にシリーズデザイン、これに続くのがセルフイコーディフ、内からはフルバスサンクス、その外にフールズイノセンス、その後ろにベストジョイナー。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にアマノアイポッド、最後方ですね。駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。14番インペリアルジョン、レースを引っ張ります。黄色の帽子、タウンアゼルバイジャン、その後ろこれに続いてキャバンポーション、少し間が空いてリテラとイエールマークフェル、それに続きます。並んで6番テリブルトロメオ、その外にソーダディサプリン、内からはダッシュジェスター。この辺りで先頭が変わりました。タウンアゼルバイジャン、まだ粘っています。インペリアルジョン、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあちょっと馬群に詰まっているが大丈夫か。最後の追い比べ、先頭はインペリアルジョン、外からあ大丈夫か、馬群が伸びてきた。ここから勝負をかける、強引に伸びてきた。残り200メートルを
通過してだが一頭前にいる、いやかわした、ギリギリでしょ、かわして勝利。アマノアイポッド1着2着はイーグルマウンテン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや危なかった、馬群に包まれましたからね、直線入り口でちょっとエンジンのかかりが遅かった気はする。でも最後はもうしぶとく伸びて最後かわして一着なんとか取りましたね。ジュライステークス凱旋クールビズ、これは飛ばします。函館2歳ステークスはクラブはヒストリックスターとマイネレーツェルが出てまいります。どうなんだろうな、まあ天野の父親天野のまあ結構いるけど、飯出謙信ですね、グリグリなのはこれシーツバだよな。ゴスホーク剣とかもいる。ダイジェスト、函館 G3 函館2歳ステークス、いよいよ2歳の G1 のスタートです。芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。飯出謙信ですね。先頭粘る粘る、3馬身から4馬身のリード。2番手はピシプリーチ、飯出謙信この馬で決まりか、うん、飯出謙信1着2着はピシプリーチ、3着にマイネレーゼル、1番人気に応えました飯出謙信、見事です。マイネレーゼルはクラブ馬ですね。マノテルテルが戻ってきた。さあゼニアッタがいますね。ズシダマのセカチュウ、セカチュウ4勝馬なのにだけ乗れない。あれでも乗れるはずなのになんで和田騎手のままなんだ。あ、イーグルマウンテン、さあ7月を4週となっております。クラブ情報は、うん、マンクチが22頭中15頭ですね。売り上げもなかなかいいんじゃないでしょうか。マイナス2万、唯一のプラス木舟、木舟さん、この辺は厳しいな。まあでもトリビアは稼いでますからね。メタボの借金がでかすぎるかもな。さあ椿ちょっと残念でしたね。立て直しましょう。もっと距離の長い方がいいのかな。万能と一応なってますが、あー賢さがいいなんだ、なるほどな。賢さって なんで変わるんだろう。あ、これブードワール系の一頭だっていうのを指して刺してんのか。絶走5周か、まあ1周だけ放牧させましょう。さあ以下3歳馬ロートシェルト賞に決定してるからな、もうこれは出します。
故障ですね、今ダイワスカーレットは。小泉がフランスオークスを取りましたので、ドイツオークスも狙っていきます。中距離はですね、2000を中心とする。ハルムはラジオ日経賞で海外のとりあえず重賞に挑戦、デルマオークスをステップとします。でハウルがゼニアッタが CCA オークス、ケンタッキーオークスは惜しかった。でもここでめげちゃしょうがないんで CCA オークスをチャレンジ、うん、まあ得意ダートですけど、芝に勝った馬ですからね、芝で重賞勝った馬ですからね、柔軟性が低い、距離適性を重視しましょう。アミーゴはいいんじゃないでしょうか。健康がな、8月1周サートはダービー招待出て放牧をさせます。1周でいいのか、まあいいのかな、想定内はなんかパッとしないですね。まだ G1 取れてないしな。まあニュージーランドトロフィー取ってるからコバに通用するまでちょっと我慢ですね。チェクタオマ、ん？あ、まあそうか、ダートでもいけんのかこの馬。フィソナがフォアゴーステークスに挑みます。どこまで通用するかですね。エビナしか乗ってくれないの？いや、タケタか乗ってくれるやん。うん、で、想定内があってジュピターですね、ナッソー。ん？変えられないのかな？いや、変えられなくはない。まあ安藤騎手 C も乗ってくれないな、安藤騎手しゃあないのかなっていうところですかね。スカチは4勝目ですね。ビホルダー前中和田騎手、あの和田騎手で米国の G1 取ってるからな、軽ければ勝てるでしょうね。ただ、アテネも言います。ナッソーステークス。まだ G1 取ってないんだ。石田さん、木崎は放牧中。よく62キロを制して勝てましたね。これでリーチです。アドマイアムーンもリーチかかってます。ウォールカワーとか言ってるけど、もう時間がないんだ。1007の2500、2000ですね。本当はこの辺出たいけどな、キングジョージとか。いや、こっちか。あ、ここでもいいですよね。ベタートークナウとぶつかりますが、1007の、まあでもこっちかな。ソードダンサー行きましょう。今年で引退ですからね、強制的に。ケンはちょっと調子が落ちてるな。タケタカ乗ってくれないから、まあ、このまま気持ちいいが、短距離ならいけるでしょうということで、まあまだ4歳だしこれからですよね。
個目か。まあでもここは賢さ、賢さ上がると確かに嬉しいけど、賢さじゃないんだよな。瞬発力が欲しい。投資かも、投資かな。あとは調子でもないな。やっぱり健康 S プラスだから、まあいいんかな。投資行きましょう。で世界に花がクリメント発祥、もう10勝なんで多分大丈夫だと思います。なるべくあの勝ち星積み重ねたいとこですね。でるてるてるがジャンロマネ賞、61強位ちょっと泣かされた感はありますね。ジャンロマネ賞って金量は57キロか。じゃあこれだったらいけるかもね。マオサクラボモール賞 G2 に挑みます。そして金ひきりですね。金ひきりはもう多分いけてると思うんだけどな。なんか不安定だな。いやイルムなんか出さなくていい。カロなんでだろうですね。うん、ビフォアフ、勝ちたいんやが、帝王賞惜しかった。そこでエルムステークスに挑む。これまあスピードがどうしてもな。タナちゃんがドードカップ、ダイヤメジャーが今年いっぱいですが、もう16勝してるんでこのまま札幌記念で大丈夫です。でナルトが、ナルトは一種放牧でウッドウォードに向かいます。シャメールも札幌記念はどうかな。まあ出してあげたいけどな。まあ、まだ G1 取ってないからな。2400は微妙に長いな。ここか、インターナショナルステークス行ってみますか。ジョッキーは C 機種で、
これで一周放牧すれば OK。 で最後デゼニシがホイットニーで、ハリポッターがハリポタも今年いっぱいですからね。戸建て記念、遊戯王は札幌記念ぶつかりますね。これで最後の年です。ちょっとここでレースの前に、買い物行ってきたいと思いますので、申し訳ない、10分から15分ほど、お待ちください。また休止後に再開します。
はい、お待たせいたしました。再開いたします。ピンス、ピングクロスビーステーク様のセカチュウです。2番人気128、ミッドナイトニュートが120。セカチュウ調子はいいですね。ミッドナイトニュートも調子いいですけど、レース行きましょう。デルマ競馬場 G1 ピングクロスビーステークスダート 1200m 電撃戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは天のセカチュウ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して天のセカチュウ花に立ちます。その後ろからはボルドナロ、この馬も上がっていく構えです。ミッドナイトリュート後方から、それでは先頭から先手を取ったのはグライドリスキー、ボルドナロ、それに続きます。好位置をキープしています。天のセカチュウ並んで五号フレンドリーアイランド、先頭は依然としてグライドリスキー、まだ粘っています。2番手はサザンブリス、3番手に天のセカチュウ。ここからセカチュウどうでしょう。黄色の帽子天のセカチュウ伸びてきた。日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わって先頭に踊り出たが、後ろから迫り切ってる、迫り来る馬がいるぞ。意地を見せる。2番手は頑張れ頑張れミッドナイトリュート、関西エンナ、よし、なんとか粘った。1着2着はミッドナイトリュート、3着にベニーザブル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のセカチュウ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ミッドナイトリュート押し切って勝つことができました。セカチュウ2連勝、大舞台いいですね。本田信介さん、本田先生ですね。レイクジョージステークス、天のハウル1番人気、まあ、G3 ですからね。2歳かなこれ、あ、3歳限定のレースなんだ。ダイジェストで行きましょう。サートア競馬場 G3、3歳限定レイクジョージステークス芝 1700m です。最終コーナーをカーブして、さあ先頭に踊り出た日米王者、意地のぶつかり合いだ。天のハウル先頭、残り 200m 勝てるんじゃないかな。これだとちぎれた。残り 100m、 2番手はベリアライブ、後続は OK、 ぶちぎった。完璧です。圧倒的な海外重賞制覇しました。微妙です。天のハウル見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。海外重賞ようやくその実力の片鱗を見せてくれましたとなってますね。CCA オークスゼニアッタですが、3番人気か、まあ晩成ですけどね。スクワートカーラが一番人気で、レーティングも最上位です。先方変えられますが、このままでいきましょう。ダイジェスト、サートア競馬場 G1 コーチングクラブアメリカンオークスダート 1800m です。最終コーナーをカーブ、さあどこにいる、中割ってきた。これはやったんじゃないの、ゼニアッタ。残り 200m を通過してゼニアッタ、余力は十分か。これ初海外 G1 制覇ですね。レディージョアン、ゼニアッタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はレディージョアン、3着にオクターブ、世界の強豪相手に強かった勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジワマとなったゼニアッタ、
ゼニアンタ、海外から買った馬ですからね。嬉しいです。天の小泉一番人気、ドイツオークスディアナ賞、フランスオークス馬です。小泉はダルジナガル116で続きますね。でクイックリエクセレントが3番人気か。まあ展開的にも前に行く馬が有利なんで、小泉には勝ってもらいましょう。レースです。ハンブルグ競馬場 G1 ドイツオークスディアーナ賞、芝 2200m です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはウェルスオブサイレント。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェルスオブサイレント鼻に立ちます。その後ろからはバラシバ、この馬も上がっていく構えです。さらにはソフィアルーム、5番ジャックオリーブ、その後ろ先手を取ったのはウェルスオブサイレント、好位置をキープしています。天の小泉、スポークウィングス、それに続いていますピンクの帽子クイックリーエクセレント、その後ろオープルウィンクル、そのうちに続いています。その隣にダルジナ、すぐ後ろにエニスエピセット、並んで9番ショートトレジャー、ダッパーキャスター、すぐ後ろさらにはセイサンドラ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでバラシバ先頭に変わりました。まだ粘っています。ウェルスオブサイレントほとんど差がありません。ソフィアルーム3番手、 G13 勝、天の小泉まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバラシバ、ソフィアルーム続いています。並んでウェルスオブサイレント、離れてオープルウィンクル、天の小泉後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてバラシバ、多いですね、まだ粘っています。2番手はソフィアルーム、さあここからどう伸びていくか。3番手天の小泉、この位置から届くのか。うちですいますね、中割ってきて一気に先頭へ。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭は天の小泉、残り 200m、 安全圏かな。後続はまだ後ろ、2番手はダルジナ、とてつもない強いな、力強い伸び足、圧勝です。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。フランスに続いて ドイツオークスも制覇です。母ベガなんですね。さあ国内に戻ってまいりました。中京2歳ステークスクラブ馬凱旋ハンカチです。新馬戦勝ってますね。ダントツ一番人気、しっかり勝ってもらいましょう。ディープスカイがいますね。ダイジェスト、中京オープン特別、2歳オープン特別、スポーツ報知杯中京2歳ステークス、芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バチカネスバロー先頭、外からディープスカイ先頭、凱旋ハンカチ追いすがります。残り 200m を通過してディープスカイ、ディープスカイの方がさらに引き離していく。2番手は凱旋ハンカチ、ディープスカイ強い、伸びが上だったな。圧勝ゴールイン。2着は凱旋ハンカチ、これはものが違う。ディープスカイ、ハンカチ王子、福島テレビオープンクラブは凱旋サオダキア登場。父親サイレンスーカ、母親キョエマーチの逃げ馬ですね。逃げの血統です。直線が短い中、まあ、頑張ってくれるんじゃないかなと思いますが、ダイジェストいきましょう。
短い直線に入って、あ、もう先頭を捉えてしまった。ロードアルティマ先頭、いや、でも差し返し、外線差をだけや、外線差をだけや、抜けた。二番手はジャミットユナイト、先頭は外線差をだけや、一着でゴール。味のある競馬を見せてくれました。見事に勝ちました。外線差をだけや、さあ、馬の想定内ですが、6番人気かクラブは混合力士用も出ております。リビットレスビットとエルサイレンスの6枠両者ですね。人気はあとキングストレールですね。ダイジェスト、中京 G3 トヨタ賞中京記念、芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。混合力士王、混合力士王か。しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り200m、外かエルサイレンス、エルサイレンスかな。残り 100m エルサイレンス、なんか割ってきたぞ。エルサイレンス先頭だ。エルサイレンス、エルサイレンス、1着2着はフェニックスか。3着にキングストレイル、見事に勝ちましたエルサイレンス。想定内は4着、人気よりは走ってくれましたが、あ、エルサイレンス、セーサーバなんだ。オグリキャップとベガ、そんな馬いたっけ。シーツバですよね。さ、函館記念に天のハリポタ1番人気 1.8 倍、ダントツ。クラブはアドマイアモナークが2番人気、凱旋カリビアもクラブはです。ブラックはブラックタイド、マキハタサイボーグとアドマイアキスラですね。ダイジェストいきましょう。函館 G3 函館記念、芝 2000m です。さあ直線に入りました。ダントツですね。ここ短い天のハリポタ先頭、持ったまんま。後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。ぶち切りです。2番手はアドマイアモナーク、天のハリポタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はブラックタイド、3着にアドマイアモナーク、天のハリポタ見事1番人気に応えました。交代タイムも好タイムですね。G3 ではローカル G3 では能力上位ってことなんでしょうね。血統は渋いんだけどな。さあ5頭一気に出ましたね。千の風、スマートハルコン、エネループ、ゲド戦記、そして片の春日となっております。手の変更放牧期間って、これなんかコメントが微妙に違うんですね。一周放牧だったんですが、さらに満作と究極の支配、なんでだろう。ニジブリッジ、アミーゴ、ね、英国は3頭ですね。いずれも海外となっております。ナソステークスは2頭出しですね。マリアちゃん、女帝と言われているようになりましたね。小泉、ハリポタ、ハリポタは出さないけどな、どうす、わからんけど、これかな。あ、角馬場だったっけ、角馬場だったっけ。さあセリーチがありますね。
集団馬房かな。温泉施設2もいいかも。サイロ行ってみましょうか。10頭以上のなんたらかんたらって、あ、苦手な周りが判明なんてあるんだ。精神力も大事だな。ただやっぱり10頭以上っていうのは気になりますよね。あと温泉施設でもいいかも。サイロ行ってみますか。あと2ですね、放牧場は。この記念か。まあ遊戯王は今年いっぱいなんでいいでしょう。遊戯王どうなんだろうな。凱旋門賞出たらどうなるんだろう。せっかくなんで出してみたい気持ちもありますね。ただスピードがねどうしても足りないだろうな、出たところで。そしてデゼンシーです。ホイトニーステークス、ハリポタですね。ハリポタが、まあ札幌記念出てもいいんですけどね。ダイヤメジャーと遊戯王がいる中でさらにハリポタ出て通用するわけがないし、もったいなさすぎます。そうやってもうちょっと実績稼がないと厳しいよね。アーリントンな、何か出したいよな。桜記念はビフォアフが出んのか。出すレースがそんなにないんだよな。デルマハンデとか、ソドダンサーにアドマヤムーンか。距離は2500だから2000がぴったりなんだろうな。で芝に限定、あ、この辺とかだろうな。じゃあまあここを出すか。ここ出しても多分返り討ちされるのは、間違いないしな。ダイヤメジャーですね。ナルトは寿命がね、ビクトリアマイル取ってんだけど海外はまだだろうな。でも精神力は高いんだ。だからスピードを上げないとダメ。
なえさん、ハード。あーでもここじゃなかったかもしれない。なん金引きって今何勝だっけ。11勝か。なんでだろうが無勝な。健康が低い。でも任せてください言われちゃってるからな。あ、嬉しいな。ようやくビフォーアフを育てることができるが、もう遅いよな。健康値が低いよね。勝ちたいよ。今週ですね、ニジブリッジ。何勝だっけ？ 3 勝か。ちょっと調子早く上げたいな。禁止差は、なるほど。まあ、いいんじゃないかな。でも、もう一走走れるような気がする。8月4週以降の芝短距離戦。ダートだもんな。じゃあこれか。ベンバウン勝ってますからね。これでもいいです。出来は悪くないから、8月を3週に出てもいいよね。モーリス・ドギー賞行きましょうか。ダッチアートがジャンプラ賞強かったからな。じゃないかも。竹豊乗ってくれないし、それならば、まあやっぱりこっち行きますか。ならば横乗りがいいのか。横乗り行くか。C がいいのか。で、アドマイヤームーン。はリーチかかってますが、なんとしても取らなきゃいけないですね。で、瞳閉じてガエルム。メンタルがちょっと低い。賢さが低いよな。そう、ナスは二頭出しなんです。お、どうなんだろう。セカチュウ5勝目だな。どうしよう。ちなみに8月の4週でマイルあたりの3周はないし、パーソナルエースとかバレリーナとか、まあ勝つならバレリーナかな。ジョッキーは竹豊かな。あ、でも和田騎手も確保してるから和田騎手にしよう。
iPod が3勝ですね。アミーゴは健康が G です。ブロゴなんか疲れがすごいな。ブログ次何出すかですね。結構疲労がたまりやすい。賢さが低いから疲労がたまりやすいのかもしれない。フランスダービーは残念でしたが、ドイツダービーを勝つことはできました。無理はせんどこう。ブログってこれ二カバだっけ。いや二カバじゃない。スタートはダメですね。あ、ここちょっと疲れがな。一応出してみるだけ出してみましょう。距離は長い気もするけどな。いや無理でしょ。そう、3週ぐらいかな。3週か4週かのマイル戦、関谷とか小倉ビフォアフが出てるからな。北九州もまあいいかもしれない。ここ出してみるか。関谷記念小泉ドイツオークスを取りましたが、どうするかですね。この後8月の4週あたりに行ければベスト。 2000m の芝、芝ですからね。あ、 iPod と被るのか。デルマオークスはアマノハウルと被るのか。逆にこっちでも通用しそうだよな。こっち出してみましょう。 T はタケは乗ってくれない。 C 機種で一気にゲド戦機を始め、芝ですね。で、スマートファルコンもはダートですか。健康がちょっと上がってきてるよな。で、椿がちょっと賢さが低い。で、春日がダート。ハルヒってどっちのハルヒやねんっていう感じですね。オーランクラブホスト部かもしれない。ダート、一旦保存してこのセールに挑みましょう。
まあ、何を出すかですね、ポイントは。パパネとかたくさんいるな。まあ、高い馬ちょっと厳しく見るべきでしょうね。ルーラーシップ、まあ出さなくてもいいんです。北斗ベガー毎年ちょっと走らないからな。北斗ベガーは薄馬だし、まあ5億2000万もあるんだったら売っちゃおう。シンキングザパールこれは毎年走るんだよな。なんで無事ですね。トゥーザグローリー、まあクラブあたりに。でもな、クラブはとしては高いんですよね。トゥーザグローリー、高評価ってよう分からんけど、あ、トゥーザグローリーはトゥーザビクトリーか。まあ売りたくはないよな。キューちゃんがじゃあ牝馬ですよね。でなっちゃん、これはどうかな、厳しいと思うけどな。はい、なっちゃんは売ろう。でウィンドインハーヘア、フェデラリストってどんな名前だっけ。分からん、白くないし売ろう。高いよな評価が。高いから多分クラブに預けても売れないと思うんだよな。アイモードはこれ、そうだ、マンファスダメっぽいよね。マンファスはあーでも分からんな。マンファスは細めかもしれない。ドーベル、ちょっとやっぱりドーベルは厳しいんじゃないかな。アパパネですか。ここからは商品安いからな。アパパネとかビクトラルピザは、ピアハイジなんだ。アデルハイトってどうだっけ。キングだとかついてたっけ。ついてる馬とついてない馬はもう売りましょう。パパニャ銀札ですよね。ヨシスターもう売りかなあ。ちょっと待って、これ白い馬だったら白くないからな。まあ、もっとこう、一応。みないさん。
ペガ07。お、カレンちゃんじゃん。借ります。あれ？カレンちゃんは買った方がいいな、間違いなく。これは買わなくてどうするんだって思う。安いね。あ、おまけに白い馬やん。でももっと着たいよな、できればカレンちゃんは。まあ入れてもいいとは思うけどな。買いましょう。黒船なんですね。カレンちゃん買い占めたらよかった。うまい、すっかり忘れてました。カレンちゃん、全部社内の金になるの嫌だな。カレンちゃんが稼いだお金。あの牧場単位で見ると、買っとくべきだったカレンちゃんを先に、母親の時点で。うわ、結構跳ね上がった。3000万スタートなのになんでこんなに跳ね上がるんだ。買いましょう。8億、3000万が8億になるか。すごいな。ピアスの、まあ欲しいですよね。そりゃ欲しいよな。次ですね、カレンちゃんはもう買ったんで、次ラブミーちゃんってどんな馬だ。全日本2歳優秀も取った馬だ。ダート馬ですね。地方主体で、地方では無敵だったような感じですよね。なんか息の長い馬です。
こういう馬も取っていいんじゃないでしょうか。ラブミーちゃん、個人的にはめちゃくちゃ好みですね。当然やっぱり跳ね上がります。ラブミーちゃん、そろそろかな、ギフだから。行きましょう。行きました。めちゃくちゃ酸っぱいブドウみたいなこと言ってますね。あとチュアブラッサムっていうのが結構いい馬だったみたい。聞いたことない馬だな、初めて見るな。どんな馬なんだ。ネット競馬で、確認してます。チュアブラッサムは重賞は取ってないってことは、これスーパーホースを生む可能性がありそうですね。そうなんだ。スーパーホース生みそうですね。2007年生まれか、チュアブラサムは。一応銀札ではあるんですよね。もともと金札だったんだ、チュアブラッサムって。あって、あ、金札で、スーパーホース産む馬なんかな。ああ、なるほど。いや、そこまで寝室では走る馬いなかったもんな。2023年、ん？スタートだと、チュアブラッサムはサンタストラっていう馬を産んでスタートするってこと？なんかパッとしないよね。分からん、この馬は余裕ないしな、別に足毛でもないからカバンでおこう。うん、買わないや。
はまあもう、まあ、あのいい馬いないの分かってるからここまでですね。戻りましょう。フェデラリスト、あ、ちょっと嫌だな。ジャパンはまあ安平だ。フェデラリスト、いや、それはダメです。フェデラリストを買います。まあでもまあお数馬だからまあいいかな。フェデラリストはタイムサニー、マノミスチルか父親。あ、テイムサイ走ってない馬で天野が多すぎる。手にあった捕獲か。ポスターデーブハンデ、天野なんでだろう。一番人気121、抜けてはいるけどな。まあ、正直厳しそうだよな。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 ホスターデーブハンデ、芝 1700m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイスエーティ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアイスエーティ行きました。続いて前へ行くのはジャイアントレッカー、さらにはアフターマーケット、栗色の馬体、ペンダントコンフィデント、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。アフターマーケット先手を取りました。大きく離れました。グリーシャンスピードウェイ、その隣にマースフルフルーツ、サンリバー上がっていきました。バレウイフリング、すぐ後ろ並んで8番シャムキャバン、すぐ後ろにブルービーベルズ、その外にゴージャスヘイズ、内からはパティコンスタンス、天野なんでだろう。後ろからになりました。しんがりからジミニーロード、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ジャイアントレッカー、2番手はペンダントコンフィデント、サンリバー、3番手、1番、天野なんでだろう。来ましたかね、なんでだろう。鞍上のゴーサインはまだでしょうか。ジャイアントレッカー、伸びないな、ここから。サンリバー先頭、あと200m、サブに沈んでる感じです。バレーウィープリング頑張れるか。後方から一気にシャムキャバン、2番手はアフターマーケット、3着、4着かな。1着、2着にはどうやらシャムキャバン、勝ったのはサンリバー、見事な勝利です。ダイアナステークス、天野虹ブリッジ、一番人気118、クイーンディースターク114、ハニーライダー118、バカーリ115と結構強い馬が揃ってます。厳しいと思いますけどね。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1 ダイアナステークス、芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。マックスジーンアカウント前に行きそうです。ハニーライダー、それに続いています。天の虹ブリッジ、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。前に戻りましょう。先手を取ったのはマックスジーンアカウント、その隣にリズンリゾルバー、ヌーベルエリー、すぐ後ろ、その後ろからはエイリーンズアドラーブル、並んで G1 馬、ストレートミネルバ、トリーステディ、それに続いています。その外にバカーレ、さらにはハニーライダー、赤の帽子、フロジストンコロニア、その後ろ、その横にウィンディースターク、すぐ後ろにスイープスウェイン、コートシップルーレット、そのうちに続いています。天の虹ブリッジ、後ろからになりました。しんがりからラピスミッショナリー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてマックスジーンアカウント、2番手はヌーベルエリー、間を挟んでバカーレ、3番手天の虹ブリッジ、まだ動きません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはバカーレ、2馬身から3馬身引き離す。バカーレがちょっと引き離しすぎた。あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はハニーライダー、バカーレ先頭だ。何着かな。1着バカーレ完勝、2着は微妙です。勝ったのはバカーレ、見事な勝利です。サードはダービー招待、アマノアミーゴ一番人気119、次がアットザサンパスですね。アットザサンパスはライバル馬か。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1、 サラトガダービー招待、芝 1900m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートをしました。スタートですね。先行争い、何が花を切るんでしょうか。アマノアミーゴ、前に行きそうです。オマハイングランド、それに続いています。さらにはシエラスクリーン、漆黒の馬体、ファーマリーノ、その後ろ、先手を取ったのはアマノアミーゴ、シーホーネット、それに続いています。内からはボールクウェストアーティカナ、さらにはリバインアドラーブル、感じ、その隣にギブンフィッシュ、その外にトラックキング、コーナーは降りします。そのうちに続いています。その後ろにサリーズパピルス、その外からアットザサンパス、その後ろにアイアンネイル、しんがりからサバンナプレシデント、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 3勝アマノアミーゴ、依然として先頭に立っています。2馬身から3馬身のリード、間が空いてシエラスクリーン、大きく離れましたシーホーネット。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアマノアミーゴ、2番手はシエラスクリーン、間を挟んでシーホーネット、3番手。さあ天のアミーゴ、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。天のアミーゴ先頭、3馬身から4馬身のリード、残り 200m、 天のアミーゴアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はこんな感じ、完璧です。ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はアットザサンパス、3着にディバインアドラーブル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、しっかり引き離しました。1番4連勝。お、海外遠征です。待望の東都カップ、天の玉ちゃんです。一番人気、まあ、勝ってもらいましょうと言いたいとこなんですが、どうかな。イエツ、デュークマニア、マニナが強い。カテューダーセルリアンもいます。シー騎手、頑張ってほしいレースです。グッドウッド競馬場 G1、 グッドウッドカップ、芝 3200m の長丁場です。
こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。ステイヤーのタマちゃん、綺麗なスタートを切りました。さて、まずまずのスタートじゃないでしょうか。フロンティアカーリーが前に行きそうです。イエーツ、それに続いています。さらにはスピードウェイキャメル、漆黒の馬体イーディクラファティ、その後ろフロンティアカーリーが先手を取りました。好位置をキープしています。天野タマちゃん、その外からメローレルム、クルーズトーク、それに続いています。並んで5番、アステロイドベリー、ナポリコンポージャー、そのうちに続いています。その隣にブリレットアンジェロ、デュークマニナ、すぐ後ろ、その後ろにアンカハイネス、内からはデイムバラコイス、黒の帽子、ヴィーナスサラ、その後ろ、その外にトゥーダーセルリアン、しんがりからミレーフェリア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から G13勝、イエーツ、一気に先頭に立ちました。その後ろにフロンティアカーリーが、スピードウェイキャメル、それに続きます。好位置をキープしています。天野タマちゃん、並んで15番、イーディクラファティ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはクルーズトーク、すぐ後ろにアステロイドベリー、その外にアンカハイネス、グリレットアンジェロ、上がっていきました。これに続くのがナポリコンポージャー、すぐ後ろにデュークマニナ、その外にヴィーナスサラ、その外にデイムバラコイス、内からはメローレルム、その外にトゥーダーセリアです、ね、最後方にミレーフェリア、前の方からもう一度、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。10番、イエーツ、依然として先頭、内からはスピードウェイキャメル、並んで古豪フロンティアカーリーが、少し間が空いてナポリコンポージャー、内からはイーディクラファティ、並んで13番、グリレットアンジェロ、内からはクルーズトーク、オレンジの帽子、天野タマちゃん、いい位置につけました。すぐ後ろにアンカハイネス、内からはアステロイドベリー、その外に第4コーナーへ、その後ろにヴィーナスサラ、並んで7番、メローレルム、すぐ隣にトゥーダーセルリアン、コースは空きましたかね。仕掛けは入りました。すぐ後ろにフェイムバラコイス、前はイエーツ、2番手はスピードウェイキャメル、ちょっと離れすぎてるぞ。3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ詰めてきた、肘のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。天野タマちゃん抜けた。天野タマちゃん先頭。天野タマちゃん完しました。天野タマちゃん、天野タマちゃん、1着、2着はイエーツ、3着にデュークマニナ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野タマちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。イエーツらは相手にグッドウッドカップ3連覇ですね。タマちゃん、ちょっとやっぱり2着が多かったんで、ようやくっていう感じがします。鹿島ウィング3区、ナッソーステークス、天野ジュピターです。2番人気、1番人気はナニーナですね。他はまあピーピングフォンとかプラスタグとか強馬います。カタナアテネが3番人気か。先方が選べますが、ジュピターかな。先方を選ぶのは内枠の方の。ダイジェスト、グッドウッド競馬場 G1 ナッソーステークス芝 2000m です。前はピーピングフォーン、ピーピングフォーン、さらにリードを広げました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ピーピングフォーン先頭、前に迫るプライスタグ、残り 200m、 プライスタグ追い上げてきた。3頭の激しい叩き合い、プライスタグ、プライスタグ先頭だ。プライスタグ、プライスタグ、1着、2着にはどうやら、アテネの4着は最高ですね。勝ったのはプライスタグ、見事な勝利です。あ、ジュピターは14着大敗でした。理由はわからない。外戦愛知博は糸井が特別勝ちましたね。ライラプスか、クラブはピアラロミア、ちょっと人気なさすぎるから、ライラプス、これネクスト。さあまた海外3頭、4頭か、ロートシルト賞もあるから、門別と、あと札幌エルムステークスですね。
ナちゃんとイエーツ。お、イナバウアー有力です。さあ、この週までにいたしましょう。なんでだろうは4着か。まあでももう多分これなんだろう、この何のマークだろう。もう厳しいと思うんで、オルカマーっていうんだ、距離がちょっと長いよな、オルカマーは。京成杯はどうなんだろう。まあ一応感でも出しとくか。で、二次ブリッジがオルカマーですね。二次ブリッジは G1 三勝馬ですが、欧州だったらいいんだけどな。うん、ちょっと今年いっぱいなんで厳しいですね、二次ブリッジは。まあ、オルカマーでいいんじゃないでしょうか。放牧タマちゃんが空き店か。次は、いや空き店じゃないですよね、長距離戦に出るんです。ようやく久しぶりに勝つことができたんで、どの辺がいいかな。バーレン大賞とかか。いや、こんなとこ出してちゃダメでしょ。ここかな、アイルランドセントレジャー。で、行きたいと思います。まあ距離的には大丈夫だが、G1 2勝馬か。まあ A 以上は出していいんじゃないでしょうか。
ちょっと疲れが目立つな。ね、セカチュウが。どうするゼニアッタ次。まだ G1 ですかね。4週間。春が出るけどもこれですよね。そう考えるとジョッキーかぶるレース、あ、主催ジョッキーか、理想ジョッキーかぶるレースは今のところないっていうことで大丈夫っぽいですね。愛知博だ。カレンちゃんですね。最上位勝ちたんやと瞳閉じてが激突。じゃあ出てこないのか。ネクスト AG バンダービルとエッチハンデ、天の気持ちいい一番人気102か、スピードエッグブローブは103とか、100台前半が何ともいますね。激戦となっております。レースいきましょう。サラトガ競馬場 G1 アルフレッド Gバンダービルドハンデだと 1200m の電撃戦です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リードウィールウィーン、好スタートを切りました。ヒューズトリック、ダッシュがつきません。ダッシュよくリードウィールウィーン行きました。続いて前へ行くのはインベーダーエイト、さらにはダッシュグリーンブリッジ、8番クリールグルービー、その後ろダッシュグリーンブリッジ先手を取りました。その外からベッドアリゾナ、フェイバーエア、それに続いていますピンクの帽子ヒューズトリック、その後ろ先頭は依然としてダッシュグリーンブリッジ、ダッシュグリーンブリッジ。あ、上がってきましたね。2番手はベッドアリゾナ、大外から青の帽子天の気持ちいい、先頭に踊り出た。先頭に立った天の気持ちいい、後続とは3馬身以上、よかったでしょう。突き放します。残り 200m、 後続は遥か後方、天の気持ちいい先頭です。このまま押し切るか。2番手はぶち切りです。天の気持ちいい今ゴールイン、段違いの強さです。2着はフォーマルコーモラント、3着にデルマヒット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、初 G1 なんですねこれ。
我慢して育てた甲斐がありました。二の足ホイットニーステークス天のデゼニシーです。一番人気実績馬ですよね。ブラザーデレクは120、119か。そう考えると劣ってる気もしますけどね。かコメンテーターアインシュタインらが有力馬、コメンテーターライバル馬ですね。レース行きましょう、サラトガ競馬場 G1 ホイットニーステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。プレミアムタップ前に行きそうです。外枠は不利ですね。それに続いています。さらにはアインシュタイン6番ブラザーデレク、その後ろコメンテーター先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。少し離れてバニーサイド続いています。これに続いてティグレスゴールド、その外からヒドゥンサンセット、さらにはグレートクリフ、その隣にビグリッドウィンズ、プラウドゼウス、そのうちに続いています。並んで漆黒の馬体パレスバラクーナ、天のデゼニシー、後ろからになりました。内からはラストクラナック、最後方にフォーンタウソン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ G1 馬、コメンテーターブラザーデレク、ほとんど差がありません。間を挟んでヒドゥンサンセット、3番手天のデゼニシー、まだ動きません。後続も追い上げていきます。ステークがちょっとかなりのコースロスですね。デゼニシー直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。これ届くのか。残り 200m、 先頭は力強く伸びてくるが、残り 100m、 2番手はブラザーデレク、ちょっと2着が精一杯か。コメンテーターゴールイン、2着は天のデゼニシー、3着にブラザーデレク、勝ったのはコメンテーター、見事な勝利です。あー、コメンテーターライバル馬にやられてしまいました。ちょっと待ってくださいね。一旦お待たせしました。クレメントエルハーシューステークス天の世界に花、一番人気122、バランスが119なんで、あ、ラウンドポンドが126で上回りますね。そう考えるとライバル馬ってこともあり厳しいかな。レース行きましょう、デルマー競馬場 G1 クレメントエルハーシュステークスダート 1700m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはウェイトアファイル、ジェットコーナーズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェイトアファイル花に立ちます。その後ろからはジェットコーナーズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはラウンドポンド、9番キャピタルカフェ、その後ろ先手を取ったのはウェイトアファイル、少し離れてケイニッヒスキャプティブ続いています。その隣にトロピカルアップル、これに続くのがモナシアストーリー、オレンジの帽子バランス、その後ろ並んで古豪アンダーフィート、天の世界の花、後ろからになりました。その後ろからはオフショアソルト、並んで6番ベルモントオーバーステート、
先頭は依然としてウェイトアファイルラウンドポンドほとんど差がありません。間を挟んでトロピカルアップル3番手天の世界の花まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はラウンドポンド、さあ決着をつける時が来た。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ラウンドポンド先頭2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。世界に花残り 200m を通過して一騎打ちだ。ラウンドポンド天の世界に花、いけいけいけ、よしかわした。天の世界に花、天の世界に花、1着2着はラウンドポンド、3着にバランス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいですね。ロートシュート賞ダイワスカーレットです。一番人気買っておきたい。120台の馬がいますね、内枠に。先行策は有利だと思うから勝ってほしいレースです。ドービル競馬場 G1 ロートシルト賞芝 1600m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストライプミザール好スタートを切りました。メディシャンクラブこの馬も好スタートを切りました。ウィンカルメン前に行きそうです。ストライプミザールそれに続いています。さらにはメディシャンクラブ11番ダイワスカーレット、その後ろウィンカルメン先手を取りました。ブックゼンダそのうちに続いています。その外からウィッシングゲームこれに続いてインディアンインク赤の帽子カシミヤハリウッド、その後ろこれに続くのがストライキングアラマ、その外にピンスケールビオ、内からはスパークラブリー、その外にアフェラーリージ、すぐ後ろにカフェリッシュ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。内からはピアレスギャラントスーパースターそれに続いています。ここでウィッシングゲーム先頭に変わりました。まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。ダイワスカーレットウィッシングゲーム2番手に控えました。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いが、もうセーフティーリードじゃないでしょうか。一気に後続が襲い、あでも内からこらえている。ピアレスに2番手はダイワスカーレット、負けた。2着はダイワスカーレット、3着にアフェラリージ、勝ったのはピアレス、見事な勝利です。ダイワスカーレット危うし。リーダーズ、ゴールドカップ馬の極戦一番人気。ダイジェスト紋別競馬場 JPN3 ブリーダーズゴールドカップダート 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天の極戦先頭、後続との差は3馬身以上。さあつまらないですね、これは勝ったんじゃないかな。残り 200m 後続は大きく離れました。2番手はヤマトマリオン天の極戦、勝ちました。天の極戦1着天の極戦完勝、2着はヤマトマリオン、3着にテンバーアームズ、勝ったのは天の極戦。根幹距離どうかな、いいのか。ダイヤ賞一番人気はクラブはオディールとなっております。他ヒストリックスターマイネレーゼルも出ている。2歳のオープン特別だな。
大激戦っぽいな。ダイジェストいきましょう。新潟を2歳オープン特別ダリア賞、芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オリーブベイ先頭、外からオディールがいいスピード。残り 200m を通過して、マイネレーゼル先頭だ。2番手はオディール、マイネレーゼル先頭、マイネレーゼル先頭だ。マイネレーゼル、マイネレーゼルか外の2着、2着は微妙です。見事に勝ちましたマイネレーゼル。ヘルムステークス2頭出し、1番人気山の勝ちタイヤ、2番人気山の瞳閉じてが2倍台で続いております。しかし鉄板だけで山の勝ちタイヤの20丸は、他全部本紙含めて山の瞳閉じてが取っております。アンドゥーウォールとか、はい、キングスゾーン、ボンビレヌレコード、先方は瞳閉じで変えられますが、まあ、このままでいいでしょう。ダイジェスト札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。短い直線に入って、さあもう先頭だが、後続は飛ぶかどうか。天の勝ちタイヤ先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手は天の瞳閉じて、ワンツーフィニッシュ。天の勝ちタイヤゴールイン、2着は天の瞳閉じて、3着にボンネビルレコード天の勝ちタイヤ、見事1番人気に応えました。海外2頭ですね、アドマイアムーンと、まあ、G2 ですが天の桜も。アドマイアムーンが今何勝？リーチですね。気持ちよく頑張ってくれました。全然売れてない馬もいれば、ヒストリックスターは売れてないな。もうデビューしてる馬もいるんですね。キャプテントゥーレとか、レーゼルとかな。マイネレーゼルダリア賞良かったですね。あと凱旋ハンカチ、アネアウォッカかで、オディールも凱旋タラコ、オディールか。オディールは良さそうですね。ああってこともないか。指示できるんだ。あれば指示できるんだけど、そうじゃなかったら指示できないんだ。
デビューが近い？まず瞳閉じてがと勝ちたいんやか。瞳閉じてが G1 取ってないんですよね。1007の2500。で勝ちたいんやが。投げない勝利でしたからね。海外行きたいですけどね。あ、健康値がダメなんだ。とボードステークス2着だったからな。良い感じはあるんだけどな。このレースですよね。どうせナルト無理だったらこれ出してもいいような気がしてきた。ナルトのジョッキー変えて武豊にしよう。あ、まあでもそれやめとこうか。リリースプレデューロか。じゃあこんなとこ出すわけがないです。5勝だしね。もう一層はできそうだよな。ダイワスカレットってヒーバー三冠馬だよな。なんでまあ絶対秋華賞は出る、これは決定だけど、持つことは持つけどな。そして世界に花が日テレ杯やけど、もうこんなところ出してる場合じゃないですよね。10月を一周行こうかな。芝もダートも行けるんだ両方とも。
ケンタカで、ベゼニシ2着どうするかですね。まあナンブハイとか出ればいいんじゃないかな。ナンブハイと JBC、で最後気持ちいいですね。ついに海外GI を取りました。 JBC スプリントですが、まあ、スプリントでなくてもいいからな。8月5週だったら、そのがここいるのか。2匹にいるからちょっと難しいよね。あ、オスここ出しましょう。普通にほしいな。ノートレーの調教師ね、何の何やっただっけ。もう参加が狙いますってやつは iPod かな。いや違うな。なんだろう、ジョッキークラブ招待。いやそんなことはないだろう。てかこんなとこ出てる場合じゃないよな。言えないよな。1003の2200だから、出ません。これ使えるんだ。喉ラインは痛いな。
直しとくに越したことはないからな。はい、ということでちょっとあの席を離してしまった、買い物で話してしまった時期があって2時間を少しオーバーしましたが、今回ここまでとなります。次回は8月の、3週から、やっていきたいと思いますのでお楽しみに。また、Twitch でやりますので、見てください。 Twitch のアカウントフォロー、ライブ視聴、チャットコメントお願いします。 Twitch ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。今回のアーカイブは2日後7月4日21時に YouTube に流します。Twitch のチャット欄、 YouTube のチャンネル、こちらにアップいたしますので、アクセスの上チャンネル登録高評価もお願いいたします。 YouTube アーカイブアップ、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch もやっており、 Twitter もやっております。こちらも Twitch のチャット欄にアカウント記載してますので、ぜひアクセスの上フォローいただければと思います。マイ Twitter アカウントビジット&フォロープリーズ。ウィニングポスト9/2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。